皆さんこんばんは、岡です。今日もね、ついさっき帰宅しました。今日もね、一日いろいろあったけど、まあ楽しく過ごせてよかったです。今週も多忙になるかなと思ったんだけど、だいぶ落ち着きました。ただ、まだ油断できないのと、まだちょっとね、予定が多いので。まあ今回の多忙はね、ちょっと長引くのはもう目に見えてたから仕方ないんだけど、強いて言えば仕事以外にもちょっと多忙なことが増えてきているので、まあ無理せず頑張りたいなと思います。で、つい最近言ったリクエスト、まあ、岡くんの話聞きたいなとかっていうのは、ちょっと改めて時間が取れるときにね、また募集して、いくつか紹介しようかなと思ってます。まあ、だいぶ落ち着いてきたから、少しずつね、時間があるときに、聞き答えできたらいいなと思います。で、一つね、簡単な質問があったので、簡単に答えます。岡くんが行ってみたい国、日本以外、どこって書いたんだけど、俺特に行きたいところねえんだよな。ただ、何カ国は行ったことあったんだよな。まあ、多くを語るとめんどくさいから言わないけど、うん、2カ国ぐらい行ってんのかな。まあいいや。まあ理由に関しては一つはね、まあ、ちょっとした事情で、諸事情で、言ったんだけど、まあ、その話はね、ちょっとここで話せるような話ではないので、あえて省きます。まあね、いつかね、この話も話題話にできたらいいなっていう、笑い話じゃないからちょっと話せないんだけど、まあちょっとね、休養で、まあ大事な用事で行ったんだけど、まあそれはね、また後日ということで、後日というか、いつか話せるときにということで、今日は簡単に締めます。まあこうやってね、ちょっとね、どこやねんっていう、なんか、肝心なとこ言わないでっていう、いくつもあるんだけど、まあ、肝心なとこ気になる人だけね、聞いてくれれば、そこは答えようかなと思います。まあ、あえてね、小出しにしてるわけでもなく、なんか、別にいいかな、喋れなくて、みたいな。いや、喋れると思えば喋れるんだけど、なんか、買ったらいいなと思って。うん、気になった人だけね。なんかさ、俺がさ、この3つの話のうちどれが気になったっていうのをさ、アンケート取ってさ、その1つだけ答えるっていうのもあるかもしれないね。まあいいや。またね、時間があるときに、いろいろと答えていきたいと思います。それでは、今日もありがとう。また明日もよろしく。